落ち着いてって強そうっすよね。そう、誰が来てもやろうとはもう全然選べる立場でもないですし、もうそれは一番にあって、まあ、でもできればせっかくゼストに来たんで、ゼストのもう、まあ、若手の選手が多いと思ったんで、ゼストで頑張ってる選手とやれた方が新鮮でいいかなっていうのは思ってました。そうですね、あんまやっぱり膠着したくないですかね、意識としては。ただそればっか考えちゃうと結果にも内容もつながらないと思うんですけど、やっぱ、まあ、勝ちにこだわりすぎないような戦いはしたいなと思ってます。はい、まあ、もちろん勝ちに行くんですけどね。はい、もう本当に今回の田村選手はそういった打撃メインの基本姿勢選手なんで、あんまでも考えなくてもね、今回の試合はあの動いた試合というか、うん、緊張感のある動いた試合になるんじゃないかなっていうのは考えてます。そうですね、今はそれが一番のモチベーションかもしれないですね。はい、もうベルト云々とかもう正直今聖一郎君持ってるし、ゼストに来た時点で、まあ、そこまでね考えてないし、今はもう聖一郎君持ってるからもう正直やる気はない。まあ、できるところまで行ってないんですけど、あのそういった状況になっても正直やる気はないので、はい、今はもう本当に子供に、まあ、記録なりできれば生の姿を見せれるまで、そうですね、できれば頑張って生き残っていきたいなと思ってますけど、割と人と関わる仕事もしてるので、あんまり子どものそういったこう、まあ、泣いたりとかっていうのは苦にはね正直思ってないんですけれども、でもやっぱりあのすごくパワーをもらってますね。うん、あのまあ体力的にね、あのまあ一人の時とそういった子供がいてとか家族があってっていうのはね、思ってなくてもやっぱり使ってると思うんですけども、そういったところでただそれを感じさせないぐらいなことは、っていうかそれ以上のことはね、あの気持ち的にも十分もらってるんで、頑張っていきたいですね、それを出してっていうのはあんまりないかったですね。そうですね、敵を取るっていうのは全くないですね。ないっす。ないです。だから聞いてないし、まあ、二宮君の情報なんでね、聞いてもあんま役に立たないから聞かないことにします。